はリクエストでも多かったエラシコのやり方を解説していきたいと思います。エラシコは人それぞれやり方や特徴があるので、今回僕が紹介するのはあくまで僕個人的なやり方として参考に見てもらえると嬉しいです。僕が考えるエラシコの3つのコツがあるので、それを先に説明していきたいと思います。まず1つ目のポイントは、ボールを最初にタッチする位置は中指の付け根付近で触ることです。この辺で最初にボールを触ります。ボールよりも前に出てるということです。最初にタッチした瞬間に膝がボールよりも後ろにあるのではなくて、最初にタッチした瞬間に膝がボールよりもこんな風に前に来るのが理想です。膝を前に出すことによってボールを大きく動かすことができるようになるっていうことと、エラシコ自体にダイナミックさが生まれてよりリアルさが生まれます。あっちに行くと見せかけて、この切り返しがよりリアルになってくるので、膝を先に前に出すっていうことを意識してみてください。最後の3つ目のポイントは、ボールの中心よりも斜め下を先に触るということです。ボールの中心から斜め下を中指の付け根付近で押し出すようにして触ります。この辺ですね、この辺で触るようにします。押し出して弾くイメージです。最後に僕がよくやってたエラシコの練習のやり方なんですけど、先ほど説明した3つのポイントを押さえた上で、まず最初はエラシコを最初から全部やりきろうとするんじゃなくて、ボールをまず押し出すこと、エラシコってこっちに行くように見せかけて最後に弾いて逆をつくフェイントなので、まずはこの押し出すことからこんな感じで練習してました。中指の付け根で押し出して、またインサイド止めるということからまず始めてみてください。ここがスムーズにできると人は全部できるようになってくると思います。これを徐々にできるようになってきたら、少しずつ親指でも強く弾くようにしてみてください。またそれに慣れてきたら、今度走りながらやってみるとか、徐々に実践に近づけるような形でやっていくと習得しやすいと思います。ぜひ参考にしてみてください。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。このチャンネルがいいと思っていただけたら、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。I'm on the back.